はい、どうも、ぽいです。本日は珍しく実写で動画を撮っていきたいと思います。今日のお題なんですけれども、僕、だいたい YouTube 本格的に投稿始めてから1ヶ月ぐらい経つんですが、YouTube 始めてみてざっくり感想ですね。面白かったことだったり、苦労したことだったりとか、そもそも僕が YouTube を始めたきっかけっていうのを皆さんにまだお話ししてなかったので、そのあたりをお話ししていきたいと思います。まず、YouTube 始めてきて約1ヶ月の感想なんですけども、毎日動画投稿するのがですね、本当に楽しくてですね、夢中で毎日やってます。で、もちろん再生回数は見ていただければわかる通り、まだそこまでではないんですけれども、最近だと1000回超えの4桁の動画っていうのもちょこちょこ出てきてですね、コメントいただけるようになったりとか、高評価いただいたりとか、非常に毎日楽しい日々を過ごしております。皆さんの反応というのがリアルにわかるので、これまで以上に動画の更新のペースもアップしてやっていきたいかなと思っています。反対にやっぱり苦労するっていうこともたくさんありますね。まあそもそも再生回数がっていうところもそうなんですけど、一番大変なのがですね、やっぱり動画の編集ですね。で、僕全然パソコンのスキルとか全然ないんですけど、iPhone で編集したり、まあ、パソコンで編集したりするときもあるんですが、長いときだと1本の動画作るのに10時間ぐらいかかったりするんですよね。10時間かかって編集、撮影して、この再生数かってことで少しがっくりしてしまうときも正直あるんですけれども、でもやっぱり皆さんからもらうコメントだったりとか、高評価だったりとか、再生回数もですね、最近だとチャンネルの累計が1万回超えたりとか、そういう再生時間も1000時間超えたりとか、非常に楽しいなっていう思いの方が強くて、今は夢中で YouTube をやってる状況です。で、チャンネルの収益化ということで、まあ、YouTube でお金をいただくっていうこともあるんですけど、まあ、条件があってですね、皆さんご存知かと思いますが、チャンネルの総再生時間が4000時間と、チャンネル登録1000回という条件がありまして、今、総再生時間がだいたい1000時間ぐらい。で、チャンネル登録者数が42人というところなので、まだまだそこにはちょっと全然届かないなっていう感じです。もちろんお金をいただくためにスタートしたっていうわけではないんですけれども、最終的にはですね、そういったところも到達したいなとは思っておりますので、もし僕の他の動画見て面白いなって思っていただいた方は、今後もペース上げて動画投稿していきますので、ぜひチャンネル登録もしていただければと思います。最後に僕が YouTube をなぜ始めたかっていうきっかけなんですけれども、もともと YouTube ちょっと興味あるなとは思ってたんですが、一番のきっかけがですね、実は僕の病気がきっかけでして、適応障害と言ってですね、以前かかられたことある方、もしくは今もそうだっていう方いらっしゃるかもしれないんですけれども、まあ、いわゆるメンタル面の病気でですね、まあ、うつ病というところまではいかないんですけれども、もともと僕会社員だったんですが、今はちょっと会社に行けていない、お休みをしているというような状況です。少しずつ回復はしてきてるんですけれども、まあ、何かこのお休みの期間を使ってできないかなと思って投稿し始めたのがきっかけです。そしたら非常に楽しくなってきて、今夢中でやってるっていうところなんですけど、会社に関しましてはこの後復帰するかどうかっていうのはちょっとわからないんですけれども、YouTube に関してはやっぱりもともとやりたいと思ってたことですし、皆さんの反応がこうリアルに伺えるっていうのはとても楽しいことだなと思ってるので、こっちの YouTube の投稿は今後とも続けていくつもりです。とりあえずは今チャンネル登録42人ぐらいなんで、チャンネル登録100人っていうのをですね、一旦の目標として頑張っていきたいと思っております。はい、ちょっと今日はまとまりのないお話になってしまったかもしれませんけれども、YouTube1 ヶ月やってみての感想と、私が YouTube を始めたきっかけというようなお話をさせていただきました。ここまでですね、YouTube 楽しくやれているのも、本当に普段動画を見ていただいている皆さん、チャンネル登録していただいている皆さんのおかげだと思っております。今後さらにですね、ペースを上げて動画の方を投稿していきたいと思っておりますので、ぜひ、ボーイを応援してくださる気持ちで
チャンネル登録、高評価等していただければと思います。コメントもいつでもお待ちしております。とても楽しく見させていただいております。では、今日の動画は以上になります。ボーイでした。バイバイ。